ワップ、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 ワップ。ッッッはい、ということでございまして、皆さん、ポケンチは、どうも。 えー、ポケモンモノマネニーアン JB です。今日はワンパチの、えー、ポケマネネ、ね、でね、えー、お送りしましたけれども。さあ、今回はですね、えー、今回の動画はあー藤原博士さんのサンダーオブルトプロジェクトね、えー、第1弾、ピカチュウ、第2弾、えー、ミュウツーとかいろいろやってましたけれども、第3弾はなんとポッチャマということでね、えー ポッチャマ可愛いですね今ポケモンもね年末にてて連れてくっと盛り上がってるところでございますけれどもですねえー、表参道にねちょっと特設ブースがねえー、店ができまして、えー、そしてその中に、ね、北極というアイス屋さんと、えー、ポッチャマのコラボもありましたので早速行ってまいりましたもうめちゃくちゃ可愛かったですしねさらに やっっぱかこここいいいスタイリッシュここですはい、もちろんお子様が来てもいいですしもうなんか本当にもうおしゃれなだって表参道ですよ皆さんね表参道なんかこう表参道歩いて似合うのなんてもうアマージョかメロエッタぐらいですよね、えー、そんなところにですねえー、おしゃれポケモンの、えー、聖地にですねおしゃれポケモンのおしゃれブランドの聖地にポッチャワポッチャマの ね、そのデザインされた、えー、いろんなねサンダーボルトプロジェクトのコラボの T シャツとかたくさん、えー、売ってましたんではい、えー、ちょっと行ってまいりましたんで JP ニアンのポケ旅今回は、えー、藤原宏さんのサンダーボルトプロジェクトプロジェクトぽっちゃまに行ってまいりましたそれでは動画の方にレッツゴーゴーと さーて、今回のポケ旅は、J ピカチュウ。今回は藤原宏とポケモンサンダープロジェクトにお邪魔したんじゃ。左足、右足、ひひだるま、だるまモードじゃないんじゃ。これは、ッチャマじゃな。ゃ店内に入るぞ。早速、ポッチャマを出迎えじゃ。ゃああ、北極のアイスキャンディーを頼もうと思ったが、ミルクが売り切れとったの。残念じゃ。しかし、このポッチャマの可愛さを見たら、メロメロで混乱状態じゃな。お持ち帰りもできるんで安心じゃな。服もポッチャマ、壁もポッチャマじゃ。 アイスは小豆にしたぞ。噛みつく。噛みつく。そしてまた噛みつく。そして噛み砕く。うますぎて効果は抜群じゃ。もちろん商品お買い上げじゃ。ゃカビゴもメタモンも喜んどるの。まあ、みんなもポケモンゲットだ、j p ありがとうございました。 高評価、チャンネル登録、そして、JP ニーヤにやってほしいポケモンの、えー、企画、モノマネとか企画とか何かありましたら、どんどんコメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次のポケモン動画まで。さよならみんなもポケモン、ゲットだ j b p